今日向坂チャンネルで動画も配信されてるらしいです。そうなの？ほらニュースにブログに動画めちゃまとまってる。だからまとめてチェックしてるんです。貴様は？貴様？スマートニュース今すぐダウンロード。乃木坂46、27枚目シングルの選抜メンバーを発表。新しいシングルが発売されるたびにその楽曲のパフォーマンスを行うメンバーが選抜される乃木坂46。今回のフォーメーションは前列5人の20人編成。まずは3列目、新内麻衣、樋口日奈、田村麻友、そして4期生早川聖らが初選抜。続いて清宮玲、筒井彩芽、岩本蓮加、3列目最後は大園桃子。続いて2列目、高山一実、秋元真夏、久保しおり、梅澤美波、生田絵梨花、星野美波、松村さゆり、最後は1列目、柿はるか、与田祐希、山下美月、斉藤飛鳥、そして27枚目シングルのセンターは遠藤さくら。選抜メンバーはこちらの20人に決定。2度目のセンターとなる遠藤を中心にこれからどんな花を咲かせるのか。この番組はソニーミュージックとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ね、生田もう放心状態ですけど。うまそうすぎる。めっちゃ美味しそう。食べたい？食べたいです。じゃあ生田だけ最後質問1個していい？本当に？で1が出たら食べていい？じゃあ魚の目食べる人。魚の目を食べる人。いるよ。魚いないと思うよ。メンバーだったら。さあ魚目も食べます。いけいけ。スイッチオン。お願い。一人色。お願いお願いお願い。結果は？清宮、岩本、梅、飛鳥ちゃんに山下、与田、マジみんな魚どんだけ好きなの？すごい。目食べる。目玉が一番美味しいんです。3期生ライブ、4期生ライブの配信視聴チケットが4月24日より販売スタート。詳しくはオフィシャルサイトまで。